っぱりこの国の在り方は世界を変えていかなかった。でね、変えられる。僕はもうはっきりと見えたんですよ。日本がリーダーになって世界がどう変わるかっていうのは見えてるんですよ。だけど意外や意外、若いやつはそんな思っとらへんじゃな。日本はあかん国やぐらいしか思っとらへんや。俺に言わせたら何を言うてんねんって、日本があかんかったら世界もっとあかんよ。だからね、ちょっとこれをちょっとみんなで、特に若い人に聞いてもらいたい。そのという、日本は GHQ でうんうんとかいう難しい話も言うときはあんまり中人の話、UFO の話の不思議な話が好きです。それはもう勝手にしてくれ。こっちはアマテラス大神は女性神という方と男性神という方が混乱しております。あ、これはね、アマテラス大神が男だって女だって別に構わないけど、世界の中で国の成り立ちの中で男女共同参画で出来上がった国は日本だけなんです。これはあのイザナギの御子と義男と、イザナミの御子と女の子、男と女の神様によってこの国が始まったっていうことが、これが何よりも大事なんです。そのアダムとイブではないんです。だから男女共同参画で国家が神の時代から今につながってるのは日本だけ。だからその途中の、これは天皇家のことを言ってるわけです。アマテラスオオミカミ、天皇家の発祥が女性の神様ですか男性の神様ですかっていう、その両方を持ってる。もともとこれは今科学の世界で調べて分かってることなんですけども、生命の起源というのは地球上においては8つの生命から生命というのは分かれているということが言われているんですね。でこれなんで分かったかというと、もう何年前なのか、あのヒトゲノムの完全解読が世界がやりましたね。で3人の科学者がやったけど、で日本でやったのが清水信義というあの医者なんですけど、彼が日本のスーパーコンピューターで計算をして、でイギリスとアメリカのスーパーコンピューターでやったら、その3つのスーパーコンピューターがずっと日本、その地球上の女性の遺伝子を解読していったんです。だーっとやったら8つの遺伝子で止まってしまった、あの生命で止まってしまった。でなんでそこで止まったんって言ったら、要は8つの生命のその向こうは地球上には痕跡がないと。何かというと、8つの生命はおそらく地球以外の宇宙から同時に地球に来たものなんだ、それの子孫が生命の先祖なんだ。これはもう植物なんかも全部含めての生命です。だからその8つの生命っていうのを僕は、あ、そうかってことで、それをお母さんと言ってるんだけど、8人のお母さんという言い方をしてるんだけど、それは多分両生類なんですね。男性女性じゃないんですよ、両生類で。両生類ということは基本的には究極ではメスなんです。究極でオスだったら子孫はできませんから、究極ではメスなんです。でそれで8つの生命の子孫になる。でその8つの生命が地球上のどこに降りたか、これにすごい興味があるんだけど、これが多分日本に降りてる。日本から散ってるって僕は見てるわけです、生命は。でそうじゃないと、日本人の遺伝子、女性の遺伝子っていうのは世界の女性の8割の遺伝子を持ってると言われてるのは日本人が。で科学の世界で8割ってことは100ですよ。だからもうつい最近パプアニューギニアの山奥から出てきた、発見された未知のその人間集団っていう、そこの女性の遺伝子をずっと解読していったら、それと同じ遺伝子を持ってる人がどこか世界にいるかってやったら日本にいるってことなんですよ。8割ってことはそういうことだ。日本には必ず誰かがおっとんですよ、同じものを。ということは彼らの先祖はいつ日本に来たのかってことなんだ。でそれから今まで何を隠れてたやっていう話だよ。ということは何やって言ったら、それはものすごく無理がある。その8割の人が日本に集まったっていうのは無理がある。日本から世界に分かれたって考える方が僕は科学的やと思う。だからその
そういうふうに考えていくと、その生命の起源みたいなものと、うん、そので8っていう数字が日本にはやたらあるんだな、うん、あの矢をよろずの神やろ、まず神様は、うん、八百八橋もそうだし、八海山からね、うん、ほんまに、ほんで、で日本の国家が生まれた君が代が発祥したのが鹿海神社ですな。鹿海神社の祝詞なんだけど、その祝詞の最初の部分が日本の国家なんですよ、ね、あのでそうなんだけど、それはその祝詞はいつ歌うねんって言うたら、その八乙女の前の時に歌うんだ。で、こうやって行って八乙女と今でもいるのかって、いますって言うんだよ。でほんなら、それご覧になりますか、ちょっと見せてくれって言って、ほんならものすごい、むしろ弾いてんなやって、そこでこうやって、そこむしゃ座れへんから、俺は、あの、むしゃの家元やから正座ができへんって言って、椅子出してくれ、椅子に座って、で、そこで踊るみたいな。こんなのはな、八乙女やのに5人しか出てくる、それもおばあやで、みんな。その5人のおばあが出てくるわけ。これは何やって乙女とちゃうんかって言って、いや、昔は乙女で八乙女が8人とちゃうんだ、3人は死んだのかもしれないで、こういう、もう見るに耐えないようなまあ嫌だけどね、でそれやなんだ、それ見て、うん、それも八乙女やろ、うん、で九州にはやめってあるんだよ、どうやらあの辺が臭いんだな、降りてきてる場所としてはな、うん、というまあまあどこまで考えるときかどうかわからないけど、ただ僕は太宰府の国立博物館があって、そこでまあ毎年来てくれって言われたけど、もう3年に1回に作れて3年に1回ぐらい公園に行くんだけど、それ500人ぐらい入るホールやんだな、そんな大きいホールじゃん、俺が行くのが決まるでしょ、決まったら5分で満席なんで、九州大学から何からみんなで、その全部の研究者もいっぱいあるんで、うん、俺のこのホラ話を聞きに来たところが面白いのは、僕のこの仮説が彼らの研究の専門家が結構証明できたりするの、例えば日本のあの水耕栽培ってね、稲作っていうのは、うん、韓国から伝わったって言われてるけど、そのいやそれっておかしいって俺は思ってるわけで、なんでおかしいと思ってるかって、あの朝鮮半島と九州